人生2回目のね、キャンプからね、戻ってきました。ちょっとね、キャンプでの映像っていうのもめちゃくちゃ撮りたかったんですけど、ちょっとね、撮る暇がなくてですね、今回はね、もうね、いいやって思って、映像を逆にね、諦めて撮らなかったです。まあ、ロゴスの、お箸セットと、東京キャンプの焚き火台買ったんですけど、あれね、実際ね、どうだったかっていうのをね、話したいと思います。で、東京キャンプの、まず焚き火台。あれはね、完全にやっぱ焚き火台っていうだけあって、焚き火用っていう感じでした。なので、あれで料理をするのって結構なかなか大変なんだろうなっていうのが分かりました。で、ね、ロゴスのね、お箸セットはね、袋から出さなかったですね。シルバーの、ステンレスみたいな感じでできた、お皿だとそのまま使えるんですね。温めたりとか。お皿にも使えて鍋にも使えるみたいな方がいいなってちょっと思いました。でね、実際にね、そのね、キャンプの先輩がですね、どんな感じのね、料理をね、こう作ってたかっていうのをね、シェアしたいなと思ってます。はい、これですね。で、まずね、肉まんですね。肉まんがね、普通電子レンジで温めるものだと思うんですけど、ホットサンドメーカーに肉まんを入れるとこんなにね、いい感じに焼き目がついてね、マジでうまいんですよ。はい、これがね、まずね、始まりでしたね。キャンプ飯やばいっていう始まりでしたね、これがね、これもね、ホットサンドメーカーで作ってる、やつなんですけど、ソーセージもね、これね、普通の家でやったやつとなぜかね、違ってうまいんですよね、はい、で、これはね、チキンにこうローズマリー風のホスカね、ライムみたいなやつでちょっと香り付けしてるやつですね。で、これはね、ハニーマスタードとベーコンっていう感じで、お酒のおつまみっていう感じで美味しかったですね。で、これはね、ちょっと特に俺、もう一回やりたいなと思ったやつなんですけど、これはね、カマンベールのチーズをベーコンでこう包んで、こう綺麗に包んでですね、こういう風に風呂敷みたいに、それでこう焼いたやつですね。これがめっちゃうまかった。でね、もう一個はね、アスパラガスをですね、これもベーコンにくるんだやつですね。で、これもね、うまかった。これ家とかでもね、めっちゃやりたいなと思いました。でね、これがね、ちょっとね、インスタ風に撮ったんですけど、ホットサンドですね、食パンの2枚の中にハムとソーセージと卵を入れた感じで、サンドイッチですね。これもね、朝食に食べたんですけど、すごい良かったですね。で、これもね、そのキャンプの先輩が、そこで料理をするんじゃなくて、その料理をして、持ってきてそこで焼くだけでいいっていう戦法でやってたんですけど、そこで料理するのって、なかなか大変なんですよね、切ったりとか。でもね、タッパーとかでこうやって持ってきちゃえばもう焼くだけなんで、もうスーパー早いわけですよ、でね、飲むだけなんで、そういうテクニックもね、すごい学びましたね。これもね、うまかったね。ポン酢をね、かけてですね、こうやるとね、もううまかったですね、で、実際にね、やっぱりキャンプ2回目ね、行ったらね、こう何が必要で、こう何がいらないかっていうのがね、見えてきてね、最低限これ絶対必要だなっていうやつがね、めっちゃあったんですよ。でね、それね、買ってきました。これ実際、開けていきたいと思います。はい、これさえすればね、ちょっとね、多分ね、指怪我すること、怪我したくないなと思ってね、ちょっとつけようと思います。はい、これがね、まずホットサンドメーカーですね。で、これね、Amazon、これ普通箱入れてくるだろうと思って、これ直に送ってきましたね。これね、人生初ですね。来ましたよ。あれ、全部ちょっと梱包が取れちゃいましたけれども、これね、なんで買ったかっていうとね、もう早速外れちゃったんですけどね、これ分離できるんですよ。だからこれフライパンとしても使えるし、ここね、組み合わせればこのホットサンドメーカーにもこういう風になるんで、めちゃくちゃ、いいなと思いました。これね、唯一の難点としてはね、これつけづらいってことですね。でもね、フライパンのこのね、これ上をね、つけないで料理したい時とかもあると思うんで、ちょっとこれ使いました。で、ここもしっかりここでこういう風に束ねるやつもあるんで、いいなと思います。これをでね、もうしっかり料理できるんじゃないかなと思うんで、これバシバシ使っていきたいと思います。はい、で、次、いや、これね、マジでね、買うの大変だった。マジで売り切れ入荷みたいな感じで Amazon でめちゃくちゃなってて、すげえ買うのが大変だったんですよ。でね、値段もね、すげえね、変動がありましたね。売り切れたりとかしち
来てるから、まあなんかそのいろいろ売ってる会社が多分違うのかもしれないので、あのちょっとね日によってね価格変動が起きてるというね、まず人気商品すぎるねやつでしたね。これね新聞に入ってますね。ちょっと珍しいのこれで、買ったのがね、これマジ人気商品で皆さん知ってると思うんですけど、外のねレギュラーストーブ、ST310 っていう商品ですね。まあね8000円ぐらいね一番高い時でね値段出てて、定価だと大体6000円ぐらいっぽいんですけど、値段がね2000円ぐらい上下するっていうね、なんか超大人気商品でしたね。やっぱね最近流行ってるものってね、なんか全部ねこういうね袋ついてますよね。収納袋外っていう風にちゃんとねこれついてますね、ロゴが。いやいいっすよね、デザインもいいし。でこれなんでこれ欲しかったかっていうと、ここのねあの熱ガスボンベってなんかあの熱を食らいすぎるとね結構危ないらしいんですよ。でこれがついてることでなんかその熱をねプロテクトすることができるんで、まあちょっと安全性がいいなっていうところですね。でこれ、こう開いて、あ終わりですねこんな感じですね。ここにガスボンベをこう刺してこの穴にですね、でこれで、ここでここをこういうふうに回すことに、ここをねこれがあるんですけど、まあ、あのここをこうやって回すとガスが出て、でここのボタンをね押すと、あのここのボタンをピッて押すとですね、あの火が出るっていう仕組みですね。はい、こんな感じです。でこれね4つ足がこういうふうにあるんで、こういうふうになってるんで、フライパンとかね置くのにすげえ安定してるんですよ。こういうふうにこういうふうにですね、これがね結構ねあのデザインがね完璧だったんですよ。他の商品に比べて安定してね、いろんなね鍋とかいろんなフライパンとかあの置けるんで、ここを押すっていうか、まあ、ここら辺クッっていうふうにやるとね、なんかちゃんとこういうふうに折りたためるんですよ。でこれもねちゃんとこういうふうに畳めるっていう、これすごくないですか。これでどこでも料理できるんですよ、この大きさで。しかもね結構軽い、スマホと同じぐらいですね。これさえあればね料理できるんで、これバッグの中にこれだけって結構良くないですかね。で荷物少なくしたいんで、やっぱりこういうやっぱりこれ買って良かったなと思います。キャンプって言ったらねバーナーとホットサンドメーカーより一番大事なものありますよね、やっぱり。それね、やっぱりね、テントです。でね、テントはね、ちょっと今ここでね、広げられないんで、型としてはですね、ワンポールテントを選びました。で、アメリカとかだとやっぱりドーム型テントがやっぱり普通らしいんで、で、ワンポールテントってあんまり見たことないっていうふうに言われたんですけど、やっぱ立てるのが1本でこうやって支柱を立てればいいだけなんで、めちゃくちゃ簡単なんですよ、立てるのが。この2回でねドーム型とワンポールっていうのが見れたので、ワンポールとかいいなっていうのが結論が自分の中で出たのでワンポールにしました。はい、あともう1個ね、これもねちょっとね、買いました。でねこのテントって下のところが結構薄いらしくてグランドシートがついてないらしいんですよ。でグランドシートってなんかまあ極端に言えばブルーシートみたいな感じなんですけど、雨とかちょっと降った後の時にテント敷くと、このやっぱり下の底の部分が結構なんか湿気でこう濡れてきちゃったりとかしたりとか、まあそこが傷入ってきたりしたら穴開いちゃうんで、このプロテクトになるようなあの守るようなですね、そこを守るようなものとしてあのグランドシートっていうのがあります。で同じメーカーのグランドシートがあのなかったので、あのサイズ感がちょっとまあ近いやつを選びました。あ、ちゃんとねアリも入ってましたね、こんな感じで。これねいいわ、ちゃんとこれもね嬉しいな。収納袋って嬉しいですね。これちょっと今広げられないんですけど、こんな感じで中にブルーシートみたいな、まあ本当にあの感じに入ってます。本当になんかピクニックとか行った時とかもうなんかブルーシートって結構ダサいじゃないですか。だからこうそれっていう時にもねこう広々と使えるなと思ったんで、これめっちゃいいんじゃないですかね。キャンプだけじゃなくてその普段の生活にも多分応用して使えるので、決してなんか道具買うのって無駄じゃないなって思います。いろんなものを買って自分のキャンプをまあ思いイメージ通りにやるっていうのが、まあ、キャンプの面白いところだと思うんで、そこもね結構こういう道具を集めていくのもねてるのもすげえ今楽しいですね。
はい、でね、今回メインが結構あの製品を開封開けるみたいな動画になっちゃったんですけど、キャンプの絵がね全くないのでちょっと申し訳ないんですけど、また他の動画でねキャンプの行ってる映像とかも開けていきたいと思うので、お願いします。また実際にキャンプに行った動画とかも上げていきたいと思うので、これからもねご視聴いただけたらと思います。ぜひご視聴いただき、ありがとうございました。